平成22年11月13日、阿蘇田園空間博物館主催の第85回阿蘇市を去る行、秋香る奈良木の紅葉散策と里芋収穫の旅が開催されました。落ち葉が散り始め、秋の深まりを感じる自然豊かな波の奈良木の地区を、地元案内人さんの案内で吉祥寺跡や奈良木の小学校の話、また珍しい野草解説を聞きながら去る気ました。センブリ、紫センブリ、センブリとかセンブリ、島管理区で菊です。菊ですこれ。これは農道ですね。食べられないです。間違うことがあるので、これちょっと入ってみるんですかね。そこに黄色いのは本当に島管理区ですね。散策途中の東屋では手作りの甘酒や茹でたての里芋をいただきました。2種類、白芋と赤芋と植えましたよね。で、この中には赤芋がわずかは含んでいると思いますけれども、味そのものは八つ頭の赤芋の方がまろやかでうまい。どの竹がまかなかったの？で、主に信楽の土を使っておりまして、松を100時間炊いて、その灰が器について、でそれが高温で溶けて自然の上草になるわけですね。また父の木の下ではイチョウの葉が舞い落ちる中、この地の伝説を聞くことができました。白木さんというのは昔その、ご婦人の方々が赤ちゃんを産んで、父が出なかった、それで非常に困って、ここを通りすがった宅に、そしてこの日のメインイベントである里芋収穫です。参加の皆さんは春に植え付けした里芋とごぼうを地元の方に掘り方を教わり、一生懸命掘っていました。いっぱい取れましたね。不安取ると思わんだったけど嬉しいね。昼食は地元のお母さん方の心のこもった料理をいただき、里芋の大収穫と風情豊かな波野の大自然を満喫し、大満足の一日でした。この間も春の上の時も来たんですけど、やはりなんかね、皆さんの心温まる中、ジーンとくるものがあります。